安保闘争安保報道7社共同宣言安保報道とは戦後日本の安全保障問題に関するマスコミ報道特に安保闘争における報道を指す第二次世界大戦後報道機関は戦時中の反省から権力とは一定の距離を置く方針を取った日米安全保障条約の改定をめぐる報道においても騎手内閣が衆議院に 警官隊を導入して強行採決を行ったことを批判、人々の大衆行動を加速させた。ところが、1960年6月15日に、全学連をはじめとするデモ隊が国会議事堂に突入して、機動隊と衝突し、その混乱の中で、菅馬道子が死亡するという事件が発生すると、報道各社は態度を一変させ、6月17日に東京に本拠を持つ、 朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、日本経済新聞、東京新聞、東京タイムズの主要紙7社が暴力を廃止議会主義を守れと題する共同宣言を発表した。暴力から議会主義を守ることは民主主義を守ることであるとして一切の暴力を排除すべきと宣言する。さらに全国の地方紙など48社も同調して、 宣言を紙面に掲げた。各社は宣言後、国会突入事件を主導した全学連などのデモ隊を批判するようになり、逆に政府への批判を控えるようになった。その後は、翌年に発生した島中事件の影響もあり、日本の報道機関は、議員内閣制の擁護を名目に、過度な政府、体制批判を控えるようになる。そのため一部から、マスコミは、 安保で死んだと批判された。首都圏を中心とした地方紙。当時は多くの読者を有していたが、その後衰退し、1992年に廃刊となった。ありがとうございます。